おはようございます。最近やってなかったので、月ベースのね、まとめをね、今年の3月、4月までは、マインドマップにして、一月にあったことのまとめをやってたのね。それを、最近は、忙しさにかまけて、というよりも、ワードプレスをまとめてたり、それからパソコン自体が不具合でトラブルがあって、それをリフレッシュしたり、いろんなことがあって、まとめているような場合じゃなかったので、結局、まあ忘れてもいたんだけどね、おろそかにしてました。それで、急遽、今朝思い立って、今スケジュールにこだわって凝ってて、いろんなスケジュール作りをしていこうと思ってるんだけど、スケジュール作りってのはしていくっていうよりも日々、時間をとって、時間をかけてやっていこうとしてるんですね。それで、まず4月からの、まあ最近までのやった流れを書き留めます。記録します。これは、よく僕が喋ってるんですけど、自分の記録の中でまとめてるので、一般公表するために作った動画ではございません。ですので、もしこれを、読んじゃった人、見ちゃった人、聞いちゃった人は、申し訳ないんですけども、そのつもりで、日記のようなもんです。そのつもりで聞いてください。まずね、本当にいろいろあったんだけどさ、4つの Facebook ページを作ったり、Facebook のページをね、WordPress でやってるもののまとめとして、題名長いんだけど、イルカに似た動物の脳を持つアーティストが奏でる一つの星の出来事だからというのが、これ全部すべてここに網羅してます。それと、デコドルフィンのアート法的スタイルとモードで綴るオリジナル作品。これはデコドルフィンというオリジナルの、商品、作品。あ、カラスが鳴いてる。すごいね、朝から。元気だね。今朝の5時半だよ。6時か。今日はね、朝の3時からずっとこんなことやってて、まとめてて、朝からまとめてて、それで、今、一つ日記の録画を終えて、すごいな、カラス。6時3分です。デコドルフィンのアート法というのが二つ目にあって、その次に歩くアートのイケてるね図鑑。これはね、歩くアートのイケてるね図鑑っていうのは、周りの人の優れた物事をサイトで紹介しようということですね。それから今これが話してるマインドマップのライフログという YouTube の動画の、これはチャンネルのためのものですね。はい。それで4月から5月にかけて、まあ今言ったように Facebook ページを作りましたというお話と、それからワードプレス作りに明け暮れる。で、結局ね、いろいろあったんですよ、本当に。それで回復を使ってもアップデートできなかったり、要はパソコンが不具合があって、で、回復を使って回復一回しようと思っても、最終的に、Windows のアップデートができなくて元に戻って、結局何もできなかったり。で、今までだったらこれで済んでたんだけども、何にもできない。そこまでひどくなってたんだよね、パソコン自体がね。それで、友達呼んで見てもらったりまでもしたんだけどダメだ。結局、ワードプレスのビジュアルエディターが使えないとか、Firefox のアドオンが不具合があったりとか、何にもできなくて。で、ワードプレスを最新版にバージョンアップしても直んなくて、これはダメだと。それで、Windows XP。最近開いてない XP なんだけど、これで見たらちゃんとしてるんだよね。ワードプレス自体の問題じゃなかったんだよね、やっぱね。だから、やはり問題は、パソコン自体にあったので、完全にリフレッシュすることにしました。そのために、パソコンを一応2台買ったりもしました。先にちょっと流れだけ話しちゃうと、で、デコドルフィン .net という、ムームドメインで、まあ、登録し直して、2つ目のワードプレスのサイトを今これから作ろうとしてるんだけど、当初ね、こういろいろあったんで、ワードプレスそのものの練習用に使おうと思ってたんだけど、
ちょっと事情が変わりまして、ちゃんとした形のブランドのエビデンス活用、要するにブランドをアピールするための活用に使うことにしました。それと、エスペラント語も、活用しようと思って習ってるんじゃなくて、いろいろと調べたり、それから、パナソニックのメーカーレッツノートを2台購入。これ中古ですっごい安く購入したんだけど、お金かかっちゃいました。それでもお金、やっぱレッツノートってもともと高いじゃん。だから安く買おうと思ってネットで買ったんだけど、でも昔から欲しかったものなので、これを機会に手に入れて、それで予備のパソコンとして使っていこうと思います。で、一応このパソコンもセッティングだけして、で、いざこのメインで使ってる、パソコンが、ダメになった時、これ一応ソニーのバイオを使ってるんですけど、で、リフレッシュした後に8.1からもう一回8.0に戻した状態でまだ使ってます。それで、不具合を今メンテしたところで、タンブラーを、見直しもやってきました。7月に入ってですね、タンブラーを見直して喋る日記を、作って、このような形で、オーダーシティを使って録音だけにしました。じゃないと容量がどんどんかさんで、なかなか投稿がうまくできなくなってしまったり、日記携帯なので、いちいち YouTube に載せるようなものじゃなくて、毎日毎日本当にコンスタントに普通のブログみたいな形で更新できるような形の喋る。僕はね、実際にパソコンで、キーボードを打ってブログ作るよりも、喋った方のブログの方がスイ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 早くできるので、非常に、今1ヶ月ちょいかかり経ちましたけども、すごく重宝して、もうそうだな、1ヶ月でね、70ぐらい投稿したかな。1日一つないし、まあ二つか。二つぐらいのペースでは投稿してます。それで、2学期の始まりというのは、自分の今やってることの1学期が終わり、2学期が始まる。で、大げさな言い方してるけども、これは嘘でも何でもない本気ですよ。世界へスタート。それと、販売をいよいよ本格的に見直して見つめてやっていきたいなということですね。この星印はね、この間いろいろありすぎたっていうのは、この4月から7月の間にいろいろ本当にあったよってことを書いておきました。で、仕組み、その間ね、仕組みについていろいろ考えたりしてね、世の中の仕組み、物事の仕組み、いろんな仕組みがあって、これはもっともっとこれから自分に対しても掘り下げていきたいなと思う。それからね、ABIUtil っていうね、これも、動画の、なんつったらいいんだろうね、動画を作る。要は、まあ、ビデオスタジオみたいな。僕はビデオスタジオ使ってるんだけど、それに対抗して、もうちょっと違う形で便利に使えるのがないかなと思って、本も買っちゃったりして、インストールもしたりしたんだけども、まだ使いこなしてません。今はまだ、ビデオスタジオを使ってます。で、このビデオスタジオも 7X7 のプロ、これのアカデミック版っていうのは Amazon で買えたので、アカデミック版を安く購入しました。それとね、僕がいつもこうやって投稿したりしてるのに使ってる、S クリーンプレスト。S クリーンプレストってのは、いろんなパネルボードを作ったり、動画ではこれ今使って活用してないんだけど、すごくいろんなことができる、まあ、ソフトなんで、これ三種の神器ですね、僕にとってはね。その中の一つの S クリーンプレストもプロも購入したりしましたね。これも残ったもありました。それと、いろんな画像と動画をキャプチャーを試してみたりもしました。これは本当いろいろとあるんだよね。で、全部試したけど、全部めんどっちくて、めんどくさくてやりづらいのばっかで。結局、今この動画は、この間買ったコーレルの、ビデオスタジオの付属についてるキャプチャーソフトを使ってます。他にもね、今まで使ってた、エスレコーダーってのがあるんだけど、エスレコーダーはもっともっとすんごく簡単で、スピーディーに、ね、
クイックでできるから便利なんだけど、ちょっとね、その動画の、バージョンを後から、コンバータとかで使って、バージョンを変えなきゃいけなかったりするので、ちょっと不便な面があるので、今は、そのまま、これは、WMV っていうのかな？ Windows の、実際バージョンっていうのかな？ちょっと僕、喋り方よく分かってないんだけども、に、直せるので、そういうふうにセッティングが最初からできるので、そのまんま投稿もできる。YouTube なんかにね。それに、見たときにね、普通に動画が、僕今ゴムプレイヤー使ってるんだけど、ゴムプレイヤーマークじゃなくて、ちゃんと四角の動画の中身が見える形で保存できるんですね。それなので、すごく便利なので、そっちを使ってます。で、まあちょっと話が別に逸れちゃうけども、ビデオスタジオなんかで実際にこうやってキャプチャー録画したものを S レコーダーの場合は、そのままではやっぱビデオスタジオに入れない。取り込めないのね。だから一度その直さなければいけないんだよね。だからそれ直すのがめんどくさいので、今はこれで重宝して使ってるので、ビデオスタジオの動画キャプチャーを使ってます。それからね、Windows ライプライターのいろんな使い方、これ本当に便利で使い出したら、いろいろと使います。またこれも動画でいろいろと発表していこうと思うけども、すごくいい使い方ができるソフトですね。それからバランスについて考える。物事のね、いろんなバランスがあって、そのバランスのいいとこ悪いところを全部見極めていくと、結局バランスのいいもの、形、それから考え方、あらゆるものが、バランスがいいものが、やはり美しい形で、洗練されてて、非常に心地いいものだということを考えていました、この間。これからもこれは考えていく。さっきの仕組みと、それからこのバランス、これは切っても切り離せない二つの、物事なので、これに対しては追求していきます。それからですね、サイトパルというお姉さん、外人のお姉さんがね、動きながら、口をパクパク動かしながら話してくれる翻訳ソフトがあって、これが非常に気に入ってるので、外国語で、まあ、特に英語中心だけども、外国語の動画を作ったりするときに、このサイトパルをよく使い出しました。それから、これ、まあ、ちょっといろいろと読んだけど、本の中でこれだけ代表で書いたのが、リリー・フランキーのボロボロになった人へという本。これはね、なかなか面白かったよ。短編でいろんな短編になってて、その中の一つがボロボロになった人へっていう、物語なんだけども、内容は、短編の全てが面白かった。こいつはすごいね、リリー・フランキーっていうのは。役者としても最近出てるけども、本を書く作家としても才能あるね。本業は漫画家、イラストレーターなのかな？まあ、いろいろやってるよね、でもね。本業がいろいろあるマルチプレイヤーだよね。素晴らしいと思います。それから、モードとテキスタイルのトリビアという、まあ、講義みたいなものをやり出したり、まあ、こんな感じでいろいろやった、この3ヶ月でした。まだまだ他にもいろいろあるんだけど、書ききれないので、また思い当たってどうしても喋りたいことがあったら喋っていきます。一応、今のまとめはこれです。で、もう一つこれから、今録画しようと思うんだけど、これから先の展望、これから先何をやってどうしていきたいかっていう展望をもう一個別に一本撮って、それも一緒に YouTube に投稿していく予定です。これは本当に、最後まで聞いてくれた人がもしいたとしたら、いつもながら申し訳なかったです。あくまでも独り言の会話でした。一人会話、一人打ち合わせです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。失礼します。